さあこちらが宮崎で一番安く泊まれるホテル、サンホテル都城です。古めの茶色い5階建てのホテルで1階がフロントになってます。キャビンタイプはなんと税込みで2800円で泊まることができます。安いよ。場所は JR 都城駅の真ん前にあります。ちなみに駐車場代も無料でした。早速入ってみましょう。ドキドキする。基本的にはカプセルホテルですかね。カプセルというですかね、ちっちゃくてこう仕切りがされているだけのタイプの部屋になります。あ、へえ、わかりました。なんかお、これ安いですね。あ、そうですね、キャビンタイプは結構安く泊まりますね。宮崎一安い。そうですね、ですよね。ですよね。ありがとうございます。すいません、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。どうも。2階です。あ、結構通路は狭めになってます。右がダイニングスペース、電子レンジとかあります。左は大部屋なのか女子の笑い声がたくさん聞こえてきます。どこか女子の部活動が止まってるようです。楽しそうな笑い声がいっぱい聞こえてきます。そしてトイレ、お部屋があって、ここかな、オープン。あ、何これ、 C1 2の C1 ここかな。いや、違うね。ここか。これだ、これだ。ありました。2の C1。ここです、ここです。キャビン。部屋はベッドの幅とほぼ同じで、隙間もほとんどないですね。あー、テレビもね、ラジオもね、のよし行くぞ状態です。ティッシュ、コンセント、携帯は通話禁止です。お静かにお願いします。あ、やはり仕切りはついたて1枚なんで、上はかなりスペース、隙間が空いてます。布団もなかなかの高級布団で、ベッドスローもちゃんとついてて、かなり立派なベッドです。マットも十分厚みがあって、これなら腰が痛くならなくて済みそうです。これは何だろうね、少し大きめのタオルが2枚と小さめのタオルが1枚という謎の組み合わせ、合計3枚入ってました。なんで大が2枚、小が1枚なんでしょう。部屋にはトイレもシャワーもないので、シャワーを浴びに行きましょう。
1階におりました。1階にコインランドリーやシャワールーム、2階は大広間やキャビン、345の客室は6000円とか7000円とかするみたいです。1階のフロントにはお菓子やカップラーメンや文房具など売ってます。フロントにひげ剃りや歯ブラシが用意してあります。ここに多目的ホールって書いてます。ちょっとした休憩スペースです。うわ、すごい立派なラジコンヘリがあります。すごい大きいね。かなり大きいの。あ、2機ある。すごい立派な大きいラジコンヘリが2機展示されてます。そしてテレビ、このケーキって書いた冷蔵庫、謎のケーキって書いた謎の冷蔵庫があります。こちらはウェルカムコーヒー。あ、ここにもコーヒーなど用意されてます。自販機があって、あ、コインランドリーだ。あ、3機乾燥機と洗濯機が3機あります。あ、シャンプーバーがあった。結構充実してますね。こちらがシャワールームです。ボディーソープ、リンスインシャンプーもあります。シャワーの水圧もバッチグーです。部屋に戻りました。お隣も明かりがついてるのでいらっしゃいますね。上はスカスカなので音漏れにはかなり神経を使います。シャワールームでひげを剃っていたらカミソリで顎を切ってしまい、出血大サービスです。音漏れにはかなり気を使いますが、安く泊まるにはもってこいのサンホテル都の城で楽しい楽しいお泊まり保育でした。